さて、若葉町にある武者小路実篤記念館にやってきました。今、夏休み企画を開催中ということです。私はまだまだこう実篤のこと深く知らないので、どんな気づきや発見ができるのかとっても楽しみです。早速行ってきます。友情、おめでたき人など武者小路実篤が書いた小説は読書感想文の課題図書になったり、メディアに取り上げられたり、現代も変わらず人々を魅了し続けています。そんな実篤は一体どんな活動をしたのでしょうか。本や絵を描いた人、そして新しき村を作った人、さまざまな活動をした実篤の90年にわたる生涯を解説しています。今回の展示、実篤初心者大歓迎と案内にありましたが、はい、どのような視点で実篤を紹介しているんでしょうか。実は実篤いろんな活動をしていて、もう本当に多彩なんですね。なので、いや偉い人だな、すごい人だな、まあ、はたまたちょっと遠い存在の人だなというふうに感じてしまうかもしれないんですけど、まあ、実際はこの調布に住んでいた一人の男のおじいちゃんなんですよ。まあ、実際にはまあ友達と喧嘩をしてしまったりとか、娘さんとかお孫さんにとってはちょっとお茶目なおじいちゃんなんですね。なので、そういったところをちょっと皆さんにご紹介するという視点で今回は展示を選びました。じゃあまずこちらの愛と死の原稿を見ていただければと思います。愛と死、はい、なんだかこう壮大なテーマのような感じがしますがそうですね、どういった作品ですか。はい、こちらの作品なんですが、1939年に書かれた作品です。で、当時日中戦争がありまして、その日中戦争に徴兵されてしまった若い人が戦死してしまったという話を実篤がよく聞いていたんですね。それで愛する人を亡くしてしまった人に同情をして書いた作品だと言われています。ちょっと見ていただきたいんですが、はい、あの原稿のところにちょっと水がこぼれてにじんじゃったかなっていうところがちょこちょこあるんですね。よく見てみると、そうですね、黒くにじんだ部分が見えます。これ実は実篤の涙なんです。書いてるうちにもう悲しいな、主人公かわいそうだなと思って、ポロってつい涙が出ちゃったんですね。涙の跡がこうして残ってるんですね。はい、実篤のこう人柄が分かるような印象的なエピソードがあれば聞かせてください。ではちょっとご家族について、ちょっとふふってちょっと笑いたくなっちゃうようなエピソードがあるので、じゃあそれをご紹介したいと思います。こちらのハガキが、実篤の3人の娘さんに送ったハガキなんですが、宛名のところちょっと見ていただくと、のなのなって書いてあるんですね。うん？なんだろう、一番最後にありますもんね。そうなんです、自分の名前でもない。カタカナにするとのなのなですね。カタカナの父になるんですね。ということは、なぞなぞでお父さんからの手紙だよって言っているものなんですね。ちょっとお茶目な、謎なぞになってるんですね。そうなんです。お子さんだったりとかお孫さんに対して、こうそんなに愛情深い一面もあったんですね。そうなんです、もう家族のことが大好きなおじいちゃんだったんですね。もう一つエピソードをご紹介してもよろしいでしょうか。お願いします。実篤って絵が上手なイメージありますよね。はい、いろいろと描かれてますよね。そうなんですが、実は最初はそんなに絵を描くことは得意じゃなかったんですね。どういうことでしょうか。きっかけが2つありまして、1つは娘さんが40歳頃に生まれたこと、もう1つは奥さんがとっても上手、絵が上手な方だったんですね。実際に奥さんの絵展示しているんですが、はい、可愛い娘さんを奥さんがサラサラサラって描く、絵に描いてくれるんですね。それを見てると実篤も、もう、あ、自分も描きたいって思うようになりまして、40歳から絵を描き始めるようになります。もともとこう絵が得意だったわけではなくて、そういったきっかけで描き始めたんですね。そうなんです、びっくりです。
この展示開催期間中はきっと夏休みの子どもたちも多いと思うんですが、はい、課題図書だったりで新たにこう実篤を知った人も多いと思います。実篤作品の魅力を改めて教えてください。はい、私が思うに実篤は現代を生きる私たちにも響く言葉を使うところが魅力なんじゃないかなと思うんですね。まあ、例えば課題図書になっている友情なんですが、こんな一文があるんですね。恋が盲目というのは相手を自分の都合のいいように見すぎることを意味するのだって言ってるんですね。お、なんかわかるぞって思ったりするんじゃないかなと思います。深いですねそうなんです。なのでまた今の話を聞いて、まあ、友情読んでみようかな、愛と詩読んでみようかなと思って読んでみて、あ、この言葉いいなって思い、また別の作品を見るとまたいいことを言ってるんですね。で、心に響いてなんかどん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 読みたくなるっていうところが実篤の魅力だと私は思います。こう時代は違えど現代の私たちにこう届けてくれるメッセージがありますね。そうですね。今日は私もいろいろと知れてすごく楽しかったです。本当ですか？嬉しいです。ありがとうございます。今日はありがとうございました。